田中立、愛吉博士に関する逸話です。1910年頃のことです。ドイツに留学経験のある寺田寅彦が、ある会議での愛吉博士のドイツ語の発言について意見を述べたことがあったそうです。寺田は、先生、勢いはよろしいのですが、少々乱暴なドイツ語ではありませんか、と告げました。これに対して愛吉博士は、聞かれた相手に直ちに答えようと思ったら、 手におはなどにかまっておられるか。今やらなければ殺されると思え、と答えたそうです。明治維新を身をもって体験した、侍の言葉です。後に寺田は、先生はいつも日本を背負って、死ぬ気でやってらっしゃるのだ、と振り返ったのでした。大正11年、改造者の山本寂彦の将兵により、アルベルト・アインシュタイン博士が来日しました。 東京帝国大学理学部物理学教室では無料の特別講義が開かれ、アインシュタインは相対性理論を講じます。アイキツ博士は6回の講義すべてに出席しましたが、アインシュタインについては初日のノートに、年寄りの冷や水、研究でない。ただの調べに過ぎない、調べたことを言っただけだ、とローマ字で書いたのみであったと言います。アイキツ博士のプライドが伺えます。 博士の逸話はまだまだたくさんあります。